コツは何もないんで、肘をとにかく固定した状態で、上からしっかり体で迎えに行って、でもう水戸、ちょっと脱力寸前ぐらいまで力を一回抜いちゃって、でも意識は抜かないんです、はい、でそこから一気に変わるしてたんです。で、上はもう完全に休みになって、迎えに行って、伸ばし切る寸前から変わる。おちょっとこれさ、ちょっともう一個あげようか。ちょっとあれだ。こういう方から抜けないように我慢して、スティーキングコイル超えたら、出したら、迎えに行って、伸ばして。オッケー、ゆっくり。よし。しっかり向かいに行って、真上から見て、そこに変わる。よし。覗き込んで上から見て。Ooh.